ジョーオン・ディ・ビンジは、アメリカの小説家、SF 作家、メリーランド州ボルチモアの生まれ、9号賞を受賞した小説、雪の女王とその続編、また、キャットという名前のテレパスを主人公としたシリーズで知られている。ビンジは、大学でアートを勉強したが、後に人類学専攻に変わり、1971年にサンディエゴ州立大学で文学史を獲得した。 1974年、アンソロジー・オービット14に収録された短編、鈴の兵隊でデビュー。また、アナログ誌、アンソロジー、女の千年王国、アシモフ、エッサイエンス・フィクション誌、オムニ・マガジン誌、いくつかの年間ベストアンソロジーにも作品を発表している。1983年、ジェダイの復讐ストーリーブックはベストセラーとなり、 ニューヨークタイムズのブックレビューリストで2ヶ月間1位をキープした。この手の本としては史上初のことである。ビンジは2回結婚している。1回目は SF 作家仲間のバーナービンジ。2回目は SF 編集者のジェームズ・フレンケルである。フレンケルとの間に2人の子供を設けている。ありがとうございます。